映画隣のトトロに登場するネコバスをイメージした車両。愛知県の愛・地球博記念公園で先月運行が始まりました。その運行初日、盲導犬利用者が乗車券を買った後、車両に囲いがないなどの理由でスタッフから乗車を断られていたことが分かりました。こういう対応を受けられたこの、盲導犬を連れられた、方に対しては、ね、大変申し訳ないということで、お詫びを申し上げたいと。